はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドレス・アセガワです。ヴィレッジ続きをやっていきたいと思いますが、ちょっとね、明るさ調整しました。ちょっと見やすくなるかな、これで。暗いところもね、ちょっと知らんで見るかもしれないけど、うん、どうすかね。ちょっと今回これでいってみます。ほい、うん、500円、出た。毎回ね、ちょっと待ってね、すいません、ちょっともうちょいまた調整した。あまりに白っぽくなってたから。変わった？変わんない？どうかな。これ壊せないのね。向こう側から施錠。よいしょ。暗いところは見えやすくなったけど、逆に白飛びして見えなくなってるところもあるかもしれない。はいはい、これなんか魔女っぽいのがいないか。気のせいか、これ気のせいか。だいぶ明るいね。やっぱ前作が暗くて怖すぎたから。ん？お？もう自粛疲れかな。自粛疲れからの発狂かもしれない。ノルシュテインのミッキー・ムケ、19世紀末の造形作家の作。祖国で異端の烙印を押され、放浪の果てに村にたどり着いたという。ノルシュテインは古城丘の館、水車、鉄塔の4作品を作り上げた後、拳銃で頭を撃って自殺した。模型は可動式になっており、専用の金属球を終点に導く遊具になっている。4つの模型にはそれぞれ色水晶で彩られた人骨が収められている。一説によると、これらは彼の愛した4人の妻の遺骨であると言われている。プレイボーイ、何らかの球体を入れる必要がある。これをまた見つけるとあれなんだろうね、なんかちょっとしたいいアイテムが手に入るんだろうな。前作でいうコインみたいな立ち位置。これ絶対なんか置くじゃん、ここに。絶対ここになんか置くよ、これ。開かない？心なき四天使に仮面を与えよう。あれ？ローズを探してるの。あららららら。すんごい壺に入ってる。男の血。そりゃ男ですから。ボロボロですよ、イーさん。お母様、新しい獲物よ。気の利く娘たちだ。当てた。さあ、見せてちょうだい。まあ、これはイーサン・ウィンターズ。弟のバカらしいゲームから逃げおせたよ。弟なんだ。それじゃあ吟味させてもらおうかしら。はい、お母さん。上沼恵美子さんぐらい白いね。あら、あらららららら。香味が抜けてきてる。なら早くいただきましょう、お母様。ダメ、私が捕まえたのよ。喧嘩はおやめなさい。マザーミランダへ伝えるのが先よ。それが済んだらたっぷり楽しませてもらうとしましょうね。吊るして。待て、やめろ。やめろ、離せ。何をするんだ。口の聞き方がなってないわね、イーサン・ウィンターズ。
て、おろせ、おい。バイバイ。フマキラーを買わなきゃな。でもこれ 取れそうだよね。取れないか。あら、これ真ん中裂けちゃった。真ん中から裂けちゃってんじゃん。あいつはイカれてる。いける？治るのこれ。あら、いや便利なもんだな。これを世の中に普及させたらもう大金持ちよ。うん、これは引っ張れない。大馬さんで、うん、クリムゾンクラス、トレジャーアイテム、換金アイテム、あ、これを売ってお金にして、なるほどね。こういった装飾も凝ってるよね。ちょっとドミトレスク姉さんにとっちゃちょっと家は狭そうだけどね。とりあえずあの妹さんたちは絶対に火が弱いね。あら、え、これって、え、やだ、え、スパパン、ポンポンスー、ポンポンスーですか。うん、お、ショットガン弾、あのお姉さんたちも一応銃の弾は用意してるんだね。これが誰なんだろうね。これがマザーミランダなのかな。こういったのも持ってったら高そうなのにな。北条の乙女たち、あれ、これ下人の人だね。あー、向こう側から正常。あれ、もう何も、あ、ここ開けそう。大丈夫、これ燃やされない。お、当たり前のように通じているのね。こりゃ牢屋かな、拷問部屋っぽい感じが。スクラップ A、 いや違うか。ほい、彼岸の指輪、クラピカじゃん。大丈夫？こういうの割れそう？割れるね。どんどん割ってっちゃうよ俺。え？私なんかが？みたいな。私が都知事でいいんですか？股間大弱点。なんか開いてんぞ。ローズはどこにいるんだ。ここに？これは違うか。なんか顔を探さなきゃいけない。鹿です。お、ギャンパウ。おお、この指輪はどっかで使えないかな。これとか、これ絶対なんか違うか。2回行ってみるか。
いいえ。お、変幻、変幻手前。ほい。敵いる？お、繋がったわ。敵っつってもこれどれが出てくるの？妹？妹だったら嬉しいな。いる。うん。お？これ、あ、血飲んだじゃん絶対。色映っちゃうのこれ。掃除大変だよな。わざわざこんなとこ休む？ここに置くソファー。向こう側から正常。そんなに戸締まり大事？よいしょ。どっかでギー。あれとか落とせんのかな？バイオ4だと結構いろんなところになんかルビーとかがあったりするんだよね。あんな感じ、あんな感じ。言ったそばから結構あったのかな。実は結晶のかけら、こんな感じでね。っていう顔してる。おい、このままでは使えない。一回外さないとダメだね。ほい、オッケー、ペッ。完全に漏らした時の顔してるわ。子供3人をさ、こうあやしてる時にもうぐずってぐずってしょうがなくて、そんな時トイレ行きたいんだけどっていう時のですね。ほい。向こうにもあるね。先まあ いいか、一応見よう。先来ちゃダメだった。ここやだ。ちょ、ハムナプトラみたいになってる。男をバラすのは久しぶりだ。ちょっと待って待って待って。まずは逆さずり、それから頸動脈を切ってあげる。ちょ、どうしよう。死んでからどっちがね。死んでからね。もう我慢できない。我慢して。クソ、わけも分からず変なとこ来ちゃったよ。1958年6月9日、今日からお城で勤めることになった。使用人が女の人ばっかりでびっくり。城主様と、お嬢様たちの機嫌だけは損ねないように強く言われた。どんな人たちなんだろう。お城に来て今日で2週間。なんだかこの城は少し怖い。同僚のアデラがダニエラお嬢様に粗相をして顔をナイフで切られた。絶対やめた方がいい。夜になると亡霊みたいなうめき声が聞こえる。家に帰りたい。どうしよう。お嬢様たちが食事しているとき、あまり暑いから少しだけ食堂の窓を開けた。そうしたらお嬢様たちが一斉に私を見て叫んだ。すぐに立ちろって。きっと私も地下に連れてかれる。どうしよう。あら、ヴァンパイアなんですかね。 日の光がね。これはもうどう、そのバイオというかそのウイルスとかさ、あれにつながってくんだろうね。ここら辺はじゃあ使用人たちがなんとかこうやって上げて脱出いるし、多分姉さん腰やってると思うよ。毎回ああやって移動してるんだったら腰絶対やってる。多分かかりつけの整骨院がどっかにある。ハンドガンの弾ないかな。おっと、そう言ってるそばから。オッケー。何個でこれ結晶になるんだろう。かけらん
多分何個か集めてようやくあれになるはず。オッケー。これね、この箱もね、多分時たまの外れがあると思うんだよな。これ初見殺し？大丈夫？俺大嫌いなんて初見殺しが。これ押してここに火つけるみたいなことかな。そんな気がする。うん、やっぱそうだよね。これ掴んでとかいけないの？ん？こうやって OK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 。 ナイフでもいける。銃で撃つのかなと思ったけど、やっぱ俺のケチケチ根性が、それは違うと。ナイフでいけと言っていた。こんな来たばっかりの人が3、4分で脱出できちゃうような謎解きはやめた方がいい。あら、完全に血だけ取る用の拷問器具だね。これ何これ。追うんだ。追うんを壁にペペペペペペってやったんだこれ。こうなんか黒いドロドロだねこれね。助けて兄さん。へえ、弟なのか妹なのかわかんない。どっか開いたね。どっか開いたねこれね。こんなとこ隠れてもね、相手はハエだからな。普通に入ってこれちゃうもんね。あれで？これ何これ？ああこれ背中をね、背中をここにこう乗せて下をグリグリグリってやるんですよ。ベルセルクで見た。適合アリーナミアヘラロイスイングリード廃棄。あ、またこれ適合ウイルス適合実験だね。はいはいはい。その地下室の連れてかれた人たちがみんなこうやられてんのか。じゃあ4人出てくるのかな、敵として。アリーナ食欲旺盛、ミハエラ・ロイス、イングリドは、あ、イングリド時たま我に帰るんだ。じゃあ3人がびっくりしたんじゃない。俺はね、なんかわーって言ってる。いるね、いるぞ。こっちから聞こえるね。ハンドガンできるかな。ショットガンに用意しといた方がいいかな。一応ね、どんなやつかわからんからな。あれ、股間どうしたのあなた。そこからバーンって出てきそうじゃない。スクラップベイ、いきなり出てくるタイプ、それともちゃんとしたムービーから出てくるタイプ。あら、おい、あなたは、あら、なんか出てきた。3人出てきた。これはペッ、おい、さあ楽しいパーティーの始まりだ。さあ、こっちにおいで。オッケー。ほい、2人やりたかったからさ、3人一気にやりたかったね。オッケー。リーチが長そうなのは分かった。ここをうまく使えばもう余裕のよっちゃってね。これ古いかな、余裕のよっちゃって。令和で言っちゃいけないやつかな。
体術とかあるのか今回。おい、結晶化した頭骨。オッケー、まだいるな。今なんかあの文章によれば3人のはずなのにな。まだいるのか。ハンドガン弾シュッ。おっと、これ出てくるまで無敵判定とかある？そんなことないか。パイプ手術、おお、いいね。後ろから来てない？うん、お、結構いそう。あの爆弾ちょっともったいなかったかな。おう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 、そんなところからちょっともったいなかったな。ほい、オッケー。これは当たってなかった、もしかして。せっかくだからね、せっかくだから使っていこう。俺はケチケチしちゃうタイプだから、たまにはね。あ、当たったね。こいつにも当たってるわ。うん、みんな、うん、一人でね、あの世に行くのはかわいそうだから、みんなで行かせてあげないと。まだいるんじゃないかな。おお、びっくりした、びっくりした。おい、私がまだ残ってるよ。ほい、ほい、そんな強くないの？これだったらあの狼男の方が厄介だったな。動き早いし。うん、スクラップ入りはしないね。へえ、結構狭いとこいたんだね。狭いとこが落ち着くっていう人もいるからな。ここ、あ、俺はいけないのか。うん、じゃあこっちだね。うん、よし、ここから上にはいけない。セーブ入ったね。ん？意外とまだいろいろあるな。これって壊せる？壊せる。うん、ちょっともう一個ぐらい爆弾また欲しいな。ちょっと合成に。カサンドラのしくじったせいでそんな面倒なことに。ちょっと待って待って待って。なんか取った、なんか取ったぞ。いやあ、ディープ、あー、サービスショット、サービスショットいただきました。やっぱね、ちょっと皆さんにもサービスショット一回は。オッケー、倒せるの？倒せはしないよ多分な。今すぐ血が欲しい、暖かくて。どこへ行くつもりなの、ボウ。あら、油断が私に効くとでも。そうなんだ。あれ、己人間ごときが。そこの弾取らして。あれ、じゃあここにいれば大丈夫ってこと？あ、オッケー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 、今なら効くの。歯向かうなんて許せない。オッケー、手をどけろ。はい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 、
ここもか。あ、違う。ナイフ。オッケー。その喉を切り裂いてミミズを詰め込んでやる。いやちょっとそれは嫌だな。生意気な人間めが。素直になんないよ。こんなはずじゃ。おい。どうして私がこんな。なんで簡単なんでしょう。あ、これいいな。あら、あれ、レーショー。くぅ、俺たちはいい関係になれた。いい関係になれたよ。くそ、もうちょいゆっくり距離を詰めれば俺たちはいい関係になれてた。辛いよな。これ何、犬？犬だ。チワワかもしれん。お、これまたいい。サンビエルじゃ。これは売れるぞ。また一人地下送りになった。あの子はスープを少しこぼしただけなのに、みんなが知ってる。地下に行ったらもう帰ってこれない。血を抜かれて恐ろしい。勇気、勇気に変えられる。骨と皮だけになったあの子は腐ったネズミの死骸をかじっていた。次は誰の番かしらね。勇気って何？なんかも多分もっとね、英語でいい感じの名前があるはず。ゴーストとか感じなのかな。オーガとかそんな感じ。単純な鍵。あ、キーピックって1個1回1個なのね。まずい。そうなんだ。何これ。コンペンセーター、レミ、平野レミモデル改造タイプ。パーツ装着。お、どこについたんだろう。これで、これで今どうなったの。どこに何がついたの。威力が大幅にアップ。いいじゃん。まあ俺には必要ないけどね。キーピックあるじゃん。ここに使うのは実は良くないとかありそう。いや、まあでもちゃんとね、全部の数はあるはず。木彫りの女神像、これも売れるやつかな。おそらくそうだね。ほい、あと2人か。あのお姉ちゃんたち、誰か1人とはちょっとうまいことね、意気投合して LINE 交換ぐらいはしたいけど。こういうとこにない、いいお金になりそうなもんないですか。へいへいへい、見落とすとこだったよ。サンビエルジュはここでは使えないの。サンビエルジュはあれなんだ。ダメだ。途中にあったあのコップに注ぐんかな、もしかして。ここにサンビエルジェを入れるのかな。いや、関係ないね。結構行くとこなくない。いた。またいました。またいましたな。ジュー君、ここで何を。でかくね。飽きないは場所を選びません。娘さんは見つかりましたかな。勝手に入んなよ、城。もし娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。そうでしょう。ドミトレスクか。ねえ、いかにも。彼女の部屋へ行けば見つかるやも。それはそうと、
何かご入り用では？お前はもうワンサイズ上の服を買った方がいい。こちらで適当に見繕いますか？6,240円。どうしよう。ちょっと静かにしてもらっていいですか？連射速度、装填速度、相談数。正直今俺どれにも不満ないんだよな。アイテム売却、結晶のかけら、これはもうこれでもう完結してんのかな。うん、結晶化した頭骨、霊状のトルソー、これなんか胸に開いてるからなんか入れられそうじゃない。クリムゾングラス、うん、木彫りの像、なんかちょっとケチケチしちゃうの俺なんか。新しい品を仕入れましたよ。前作さ、もうでかちょっとこれを合体させたりしてさ、より価値を上げれたんだけど、今回はそれはないのかね。なさそうだね。うん。竹で。じゃあ売っちゃおう。あ、ようこそ。売ります。後で多分後悔するかもしれないけど。ではお代を。うん。で、このショットガンとかもさ、強化した後により強いショットガンが出てきたりするのよ。今回あるか分かんないけど、そこがね。いや、ちょっとこのままでいきます。では探索の成果を期待しておりますぞ。まあごゆっくり見ていってください。アイテムスロット拡張、これは買います。うん、でショットガンと、うん、はい、スナイパーライフルを作れるようにしておく。フェザーダッチ、ショットガン用の改造パーツ、これも買っとこうよ。これがあれば大勢から、これで2540円だから出せますよ。そうそうそう、またほらこんなたくさん持てるようになった。お会いしましょう。うん、でショットガンはどうやって作るの。薬液が必要になるのか。スナイパーライフルはまあ別に持ってないから。なるほどね。じゃあセーブしとこうか。こいつって倒せんの？あ、倒せないんだね。うんうんうん、よし。そいじゃあ食堂行ってみよう。中庭の鍵ってのがある。そうだそうだそうだ、ここ行ったらなんかボコボコにされたんだよね。こっち見てないね。ほい、そう、見てる間に俺の彼女さんが出てきてってことだよね。向こう側からステージを。うん、ワインルーム、あ、絶対ここで使うじゃん。じゃあ薬液、これでショットガンの弾を作れるけど、うん、ドミトレスク城におけるワイン醸造の歴史は現在の城主様一家が移住されるよりはるか昔15世紀にまで遡ります。オルチーナ様は伝統的製法に独自の工夫を加え、むせ返るようなコクと豪華を与えることに成功しました。中でもその年で最も出来のいいワインはサンビエルジェ、諸長の地と呼ばれ、花をあしらった特別なボトルに保存されます。持ってんだ俺。ほい、うん、オッケー、ガンパウダー、お、中にある鍵。なんで中庭の鍵がここにあるってもうイーサンは知っていたのか。うん、こっち結局もうちょい見、あ、で一応全部見たのか。うん、中庭の鍵、中庭ってどこでしたっけ。うんうん、お城を案内する。あ、結構です。そっちに来んの。
これは。ああもうまた回復。一撃多くない？いい感じです。悪くない。よし、ここかな？オッケー。はい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 。あ、もういいんだ。ちょっとモテモテだな、イーさん。ほい、×ボタンで壊せんだけど毎回忘れちゃうんだよね、これ。ツボ出てくる時にはもう俺は右腕振ってる。登れない。なんか出てきそうだね。綺麗だね。ここは全部なんか必要。すぐなんかよこせっつってくるよ。こっち奥行けるかな。開いてるここ。あららら、トミトレスク姉さん耳悪。ここから見えないかな。あ、今ちょっと見えた。怖かない。じゃああそこに行くしかなかったのか。ドミネーさんにはまだ手しか舐めてもらってないからな。薬液。兄貴の結婚式場こんな感じだったな。控え室というか、新郎新婦が控えてる場所、こんな感じの。なんか壊せそうなもんないかな。これ、OK？ そろそろ出てきそうだよね。3人だってもう、ハエお姉ちゃんたちには合ってるから。よくも私の娘を痛めつけてくれたわね。あれ、どこで言ってんの。ダメだ。どこで怒ってんの。お、いいね。今でも出てこられてもまだ。あら、ここで、あら、ここでもしかしてお姉さん、え、特に何もできないな。男と女が目を合わせてはならない。屋敷農民は誰にも見向きもされず、女を見ることも許されない。はいはい、これを動かすんでしょ。これ屋敷農民、男と女は目を合わせる。お、化粧水。男と女が目を合わせてるんだね。誰も目合わせないってこと？ああ、もう90度にしか。あ、必ず池側は向いちゃうのね。女同士はじゃあ見ていいんだね。で、癒やしい人たち？おい。めんどくさいね、これ。ここ洗うの。え？おまる？なんか訳もわからず進んでるけど大丈夫かな？よく指ないのにこんな頑張るよね。あら、おい、なんだここは。あら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 、こんなとこもう
あれ、なんか入ってきちゃったよ。いる？近づかないと立ち上がらないタイプの人？手助けが必要なタイプ？見えんな。襲ってこないのかな。ほい。ある程度行ったら後ろから立ち上がって挟み撃ちにされるタイプかなこれ。ほい。シュッ。見に行こう。来てないね。ん？来た来た来た。オーケー。はい。おねんねしてな。おい。立ち上がるのが遅い。その間にやられちゃうよ。あ、閉められるんだ。別にいいですよ、開いてても。ワインなのか血なのか分かんないね、これで。おう。OK。いや、強いね、このハンドガンね。ほい。こっち？うん、ここ繋がってんだもんね。はい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 。ディオショットガン弾、オッケー。さっきの立ち上がりは一瞬ドキッとしたが、おスクラップ。そろそろ来ると思ったよ。さあ出ておいで。ハンドガンの弾がちょっと少ないね。ただ作りたくないっていうケチケチ根性。オッケー。やっぱショットガンの弾でセットした方が今みたいな突然に対応できる。ほい。あとはハンドガン。硬いね。ほい。オッケー。よし。落ち着いて。悲鳴とか上げてみたいよな。うい。全然あげるけどね。ショットガンしとこうか。うん。あら、ちょっと通りますよ。ここで撃ったら多分倒れんじゃない？おい。オッケー。もうハンドガンの弾はないか。目回る。うん、いい景色。お、ブーハー。あら、何もない。お金になるものはないかい。タイプライター。うん、金そのものがありましたね。というところで今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。